でも長期的に続けるのであれば、その14時間生放送とか、吉田さん以外の人にバトンタッチせざるを得ないはずじゃないですか。それね、社長からも言われます。ただ、替えというか、他に誰ができるって言われると、まあ、育てなきゃいけないっていうのはあるんで、結局、吉田さんが頑張りすぎて、他の人が絶対あれはできねえってなるから、じゃ吉田さんが任せた瞬間に、多分なんか下がって、ほら、吉田じゃないとダメじゃんって責められるのが、もう目に見えてるじゃないですか。うん、だから、吉田さんって人育てられないんですよ、自分が優秀すぎるがゆえに。多分そうすると、吉田さんが老いて、老害になった時が、14が終わる時になっちゃうじゃないですか。はいはいはい。それはなんか僕ちょっとその14イコール吉田 P っていうのもどうかなと思っちゃうんですけど、わかります。俗人的すぎますよね、うん、サービスとしては、うんうん、それはすごい思ってて、実際まあ何でもやってますけど、この規模をさすがに全部の掌握っていうのはもう無理で、それはで頑張るところは今までと変わらずめちゃくちゃ頑張ってますけど、やっぱ規模が上がったことによって賄いきれないマーケティングや PR の部分っていうのも当然出てくるし、ゲームのやっぱり中身のその横コンテンツの横幅も半端じゃなくなってるので、まあ、そこはより深くまで見てたところを少しずつこう預けるようにはしてってるんですよ。でマーケティング PR は結構もう根本から渡してる部分もあるし、だからそういう意味ではやってってはいるんですけど、なんかこの表に出てこう、まあ、最後にね、悲しい時を他のメンバーがやれるかって言われたら、まあ、無理だとは思いますよ。はいはいはい、いや、悲しい時がやったから14がうまくいってるわけじゃないんで、そこはなくても大丈夫ですよ。まあまあそうなんですけど、あれを見てるうちのスタッフは無理ですよってあんなのって言われるんですよ。そういうの見せちゃダメなんですよ。だからそれが必要だと思われちゃうじゃないですか。え、歌わなきゃいけないの、踊んなきゃいけないの、やってきなきゃいけないのみたいな。まあでもね、残念ながらプレイヤーの方の一部はもうなんかそれも含めて14って思っコンテンツとして持ってくれてるから、まあ仮に出なくなったら出なくなったで、いやなんか14も変わったなみたいなね。いやだって今回の14時間生放送だって最初プログラム出した時に、いやなんか芸人とか呼ばずに俺たちはなんか開発のおじさんたちが虫食うかどうかで揉めてるのを見た方が楽しいんだよって言われちゃうんすよ。やっぱなんかこうやるとだったら全力になっちゃうのが良くないな。まあ確かにそうなんでしょうね。